シャロムダジャハオチョルミダ天国家夫人でございます。今日はねここフラワーラジオ、コーノスの、ね、フラワーラジオからお届けしますけれどもね、黒歴史という話なんですよ、どういうことかっていうとさ、この間、まあだいぶ前なんだけどね、銀座なんか行ってさ、展覧会をこう回ってたりするじゃない。それで書道展とかよくやってるから、それ覗いたりするわけよ。そうするとね、自分の僕が彫った印っていうものに時々出会うんだな。あ、その時にさ分かるわけだ、自分で彫ったのがね。でそれ見た時に、あれこんないんだったかなっていうところでね、結構落ち込むことが多いわけよ。そのね印を送った時っていうのはものすごく自分では自信があって、いいなと思う出来のをもちろん送ってるわけよ。ただね、その客観的にこうなんか展覧会場とか広いところとか照明当たったところで見るとね、ものすごくなんか陳腐に見えて、あーこういう感じであったかみたいなね。で、あと自分の印を押す癖っていうのがあるわけよ。自分はこういう硬いところで押したり、どういう印で使ってる、どういうのが好みっていうところだから、その印でとその押し方には合ってるんだけれども、お客さん持った人が押した時には違う押し方するんだね。柔らかいところで押す人もいれば、硬い印泥で押す人もいて、柔らかい印泥で押す人もいるわけね。だからそうするとさ、その状況に合わせてさ、押され方が変わってくるんだよね。で、あと、その、なんていうか、自分はさ、その送った印っていうのは、彫り上がった印っていうのは、自分一人でこう眺めて、他のと比べる、まあ比べても自分の他の今まで彫った印と比べる感じなんだけどもさ、ぐわーっと作品が並んでるところで、自分の印を見ると、その作品の隣にも別の作品があって、そこにも印が押されてるんだよね。それを見た時にさ、あらこの人うまいみたいなね、そういうことが結構あるわけですよ。だからこれはね、もうね、しょうがないよね。で、なんていうか、自分ではものすごくよくできたと思って送った印でもさ、そうするとさ、しばらく経ってると、その中で脳内で美化されていくわけだね。その美化された時に、後で見るとさ、それ良かったという、具体的なところではなくて、良かったという印象でしか記憶に残ってないわけよ。だから、ものすごいいいものを送ったはずっていう感覚。で、僕の彫った印はいいものだっていう自分での自画自賛的なところで、お客さんもものすごく喜んでくれて、すごいいいです、いっぱい使います、あよかった、喜んでいただけてよかったですっていう感じなんだけどさ、まあね、見るとね、こう落ち込むことは結構あるわけですよ。そのやっぱり客観的に見るっていうのは大事だなと思いつつね、ただそうは言っても、その印がね悪いかどうかっていうところはさ、なかなか判断できない。まあ自分で見てダメって思ったとしても、他の人が見たらよかったみたいな感じのところとかね、あとは逆もあるわけよ。自分あれこれこんな良い印掘れたかなみたいなところもあったりしてね、でこれはね、こうやっていくうちに、自分が掘った印っていうものがこの世の中にこう出ていって、知り合いに掘ってあげたりするわけじゃない。そうした時にさ、どんどん自分の技術も目も上がっていくわけよ。でその当時はね良かったと思うんだけれども、その人がさニコニコしてる印を見てさ、うわー取り替えたいって思うことがあると思う。でもね、そこはね交換しなくていいと僕は思ってるの。なぜかというと、これはその時にしか掘れない印でね、それがどんな拙なくても、なんかわざとらしかったとして誇張されたりして、鼻につく印だったとしても、その一回一回の印っていうのはその時のその感情、その雰囲気、その技術、その眼力、そういうものの集大成で出来上がってるものだから、それをもう一回作ろうと思ってもできないわけよ。でそのやっぱりその過去の自分の印と対峙した時にね、ものすごくきつい思いをするんだけれども、でその部分があるから今があるっていうところで、もう一つはそのなんていうかね、その過去っていうその自分とこう向き合って、そのねお客さんがその時はやっぱり満足してくれてるわけじゃない、使ってくれてるということは、気に入ってくれてるということなんだよね。
で、だからそこのところはね、もう自分でももうね、諦めていくしかない。で、それは自分の歴史でもあり、お客さんの歴史でもあり、それでそのお客さんがだんだんそれを使わなくなったってことは、その人の目も上がって、僕の技術も上がってきたみたいな感じでね、そんな感じだからね、この黒歴史をね、やっぱり消したい気持ちはいっぱいある。だから僕もさ、この YouTube を撮り始めた頃の動画がまだ残ってるわけですよ。もうこの時のは本当ひどいけれども、僕は消さない。なぜかというと、そんな時のあった、それさ、消しちゃったらひどかったというイメージしかないわけだな、うん、だからその分をね、残しておけばよかったなってことがすごくあるわけ、僕が実演販売始めた頃ね、今30秒で印を彫ります世界最速男ってこう名乗ってさ、偉そうにやってるわけなんだけれども、その初期の頃やってた印ってね、何かっていうと、もうとりあえず文字が彫ってあればいいや、スピードは速く文字が彫ってあればいいやと思うから、こう彫って渡した時はお客さんニコニコしてるんだけれども、そのこういっぱい紙をこうしていくとね、うん、紙に試しをしてると、それがいっぱい溜まっていくわけよ。で、それ見るのがきつくてね、わ、こんなのお客さんに渡しちゃったんだみたいな感じでさ、それ全部捨ててたの。もう今から思うともったいなかったなと思って。何かというとさ、その時っていうのは拙いかもしれないし、もう一生懸命だし雑かもしれないんだけれども、気合というかね、そのなんていうか、思いだけはものすごいわけですよ。もう必死なのよ、必死、うん、必死に掘ってる、必死に掘ってる、その感覚っていうのをはこうなんか別個のものから伝わってくるんだよね、うん。で、やっぱりそれを過去の自分のそのダメな時の自分を見るっていうのはきついかもしれないんだけれどもさ、そういうところを見ると、ああ、自分って進歩したんだな、逆に言ったら、あれ、全然進歩してないじゃん、この当時の方がさまだ生き生きしてたよねっていう、そういうバロメーターみたいにもなってくるじゃん。だからそういう面で過去を消さない方がいいなと思う。で、このその積み重ね積み重ね積み重ねできた時にさ、残念ながらこの今の現状の自分っていうのはね、その過去とかそういうところを見るでしか判断できないわけですよ。その判断基準の過去を消してしまうと、もうどうしてもそのなんていうかな、今の現状を把握するってことが非常に難しくてね、で、僕なんかもその取っときたくない、だからよくさ、掘った印をねすりつぶしちゃうっていう人がいるんだけれども、その印はね取っといた方がいいよ、後で見た時に、これはね 2,3 年じゃ全然わかんない。僕ももう転校を始めて何年、18からだから、あ、ちょっと計算できないけど20何年、25だから、あ、30年近くか、もう30年近く前の印を見たらね、それはひどいもんですよ。ただね、30年ぐらい前になってくると逆に微笑ましくなってくる。こういう風に考えてたんだ、この篆刻全く分かんなくても、まあ、ニコ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 掘ってんだろうなっていうのが伝わってきたりしてね、もう自分でありながら自分でないみたいなね、うん、そういうなんか、思い出というかさ、音楽でもそうじゃない、高校生の時に聴いてた音楽ってさ、久々にそれ聴くとさ、その感覚がぐわーって戻ってくる感覚ってあるでしょ。この僕なんかで言うと筋肉少女隊だったり人間室だったり、そういうのをこう聴いてるとね、もうぐわーっとその当時のものがね、こう思い浮かぶわけですよ。匂いだったり感覚だったり、このツーンとしたなんかその甘酸っぱい感じね、そういうのがさ、湧き上がってくる、感覚的にね、で、自分のほら一生懸命掘った印もね、多分そうだと思うの。一生懸命掘って展覧会に出した、一生懸命掘ってこうお客さんに渡した、その時の感覚がさ、こう手に取るとさ、はあ、ツーンとした感じでこう自分にこう蘇ってくるわけよ、うん。それはさ、それ取っとかないと、そういう感覚にはなってこないよね。うん、まあしょっちゅう見返してたら多分麻痺しちゃうだろうけど、もう何十年って経った後にもう一回見返した時にね、自分のその成長具合というか今の現状っていうのがよくわかる、うん、からね、やっぱり過去を見るっていうのは結構きついことで、見たくないものだなんだけれどもさ、だからうちの娘なんかでもさ、ちっちゃい頃変なことやって変な感じでイーとかやってる、動画とかをさ、僕はスマホにまだ残してるわけですよ。で、娘たちの前でそれ見ようもんならもう激怒、もうぶったたかれるからね、本当にもう
もう消してって言ったでしょみたいな感じでさ、いやいやいや私は消しませんけどもって、それはやっぱりね本人たちにしてはもうその黒歴史というのはそれぞれ人それぞれ違ってさ、周りの人から見たらいいじゃんって言うかもしれないけど、本人にしてみたらものすごい黒歴史、もう思い出したくない、触れられたくない過去っていうことはある。でも作人に関してはね、それはね僕も経験しちゃったから、もう消してしまった、その消してしまったものはもう二度と戻ってこないんですよ。だからどんなに嫌で恥ずかしくて見たくないものでもね、我慢して取っておくと、これは10年20年30年してくるとね、それは自分にこうぐわっと返ってきて、新たな自分というのはそこで、出来上がってくるかなと思います。ということで、今日のお話はね、自分の作品黒歴史ってなることはあると思います、あるけれどもそれは大事にしてった方がいいなと僕は思うという話でした。ではまた次の動画で会いましょう。再見、バイバイ。シャラムダジャハオチョネミダ天国カオジでございます。始まりました天国カオジ話す時間ということで、令和3年2月の放送でございます。まあ寒くなりましてね、今月2月2日が進んで100何年ぶりの2月2日の節分ということでね、2月3日が節分なんです。まあ大体ちょっと僕なんか勘違いしててさ、なんかね1月1日